ザマフレンド号の車両費のポンチョ、ザマ市、コミュニティバスは神奈川県ザマ市が運行するコミュニティバスである。愛称はザマフレンド号。2004年11月1日より運行開始。市役所へのアクセスを便利にするために試行運行が開始された。2012年3月1日より本格運行に移行した。愛称は試行運行中の公募により決定され。 116件の応募があった中から、市内在住の女性が考案したものが選ばれ、2008年に発表された。ザマ市内の地形は、起伏に富坂道が多く、コミュニティバスは市内を運行する一般路線バスを保管する位置づけとされており、双方で市内の主要道路を網羅している。2004年に開業した最初のコースでは、市内の貸切バス事業者である。 株式会社南東京自動車が運行を受託していたが、2006年3月27日に開業した東原、ひばりが丘南コース、小松原、ひばりが丘コースでは、神奈川中央交通山と営業所が運行受託を開始した。その後は、神奈川中央交通山と営業所が全コースを運行してきたが、2021年4月1日より、 運行事業者が一部変更され、A、B、D、E コースが、神奈中タクシー山和営業所、C コースが、神奈川中央交通東、山和営業所の担当となった。運賃は大人、小人同額で、一乗車150円均一。未就学児は無料。パスもスイカなど交通系、IC カードは利用できない。また釣り線は出ない。専用回数券を、 コミュニティバス社内と神奈川中央交通相部台前、駅前サービスセンターで販売している。年末年始を除く毎日運行され、平日と土日祝日のダイヤは同じである。運行開始以来100円均一運賃であったが、2017年2月1日の路線再編に合わせ、150円均一に改定された。また同日より、座間し。 コミュニティバス等交通体系のあり方検討会の提言に基づき、増便や延伸、新型ノンステップバス車両の導入など、利便性向上が図られた。路線遠隔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 路線円路線用車両には、市の花ひまわりとひまわりを擬人化したザマ市のキャラクター、ザマリンがラッピングされている。 ハイエース4台で運行していたが、積み残しが発生したため、2017年2月1日より、輸送力増強を目的にポンチョを導入した。また同時にハイエースの新車も導入されている。ありがとうございます。